僕はなんかあの作品ではあんまりこうなんていうのその社会のこう変化とかあんまり歌ってこなかったんですけど、今回ならばまあ割と世の中の動きが非常に大きな実験がいっぱいあったんで、今回ならばまあやっぱり そこに映り込んだっていうか。そうですね、30周年がねコロナに丸かぶりでそれでいろいろ計画がこうなんていうの順調にはいかなくてね、でこうガッタガタずれていったりなんだかんだりしたんですけども、でもそれはそれで帰ってよかったですね。なんか、まあ、コロナの状況は僕らだけにあるわけじゃなくて、ね、世界全体がそうだったんで、だからこう30周年がゆっくり過ぎていったおかげで1年が2年ぐらいになったみたいな形で、まあ、30年間どうのこうのっていうのはねわからないんですよね。まあ皆さんそうだと思いますよね。忘れてるっていうのもあるし、今ねやんなきゃいけないことがいっぱいたくさんあって、そっちでてんやわんやしてるというのが正直なところでね、特にコロナもあったんで、ミュージシャンの人はいろいろね、大変だったと思いますね。大丈夫、もう読ませて、一回やってるの。変なしたら、これ一つでもレシートを読みます。これで決めますね。検証の上げ方が。これ面白いね。カメラマンがこれやって、カメラに持ち帰る。どんどん覚えてるんだ。まず、無音なんだ。コロナ中はねすごく忙しかったんですよね。あの配信をね結構力入れてやってて、それで最初そのツアー中にそのコロナになって、ね、ライブがもうダメだっていう状況になって、でそこからずっと中止になって、急遽その配信のライブにしたりとか、配信もね結構早いうちからやったんですよ。僕はそのコロナの何だっけ、なんとか宣言、自宅軟禁宣言じゃねえや、なんだっけそうそうそう、あれがあって1ヶ月後ぐらいにすでにもうやったんですよね。まだその配信の技術とかみんな誰も分かんないような状況でやって、結構かなり大失敗したんですけど、最初途中で画像が動かなくなっちゃって、まあでもなんとか乗り切ってやってっていう、まあ その経験があって、自分のスタジオもギターに何本か売って、あの機材買って、それでスタジオの整えて、そこから月1で30周年もあったんで、ディスコグラフィーコンサートっつって自分のアルバムに3枚ずつ弾き語りでやるとかね、そういう番組やったりとかしたり、まあ、それだけでも結構割と忙しくて、あとはその、亡くなったライブをどうやって、まあ、延期してもまた再延期とかになっちゃうん でそれをこういろんな手続きしなきゃいけなかったりとか、結構いろいろスタッフワークも含めててんやわんやだったっていう感じですね。はい、コロナの間はね、はい、でも今回復してきて、でもね回復してきてしてきたけど、ちょうどだからその回復してきて半年ぐらい経つのかな、でいろんなフェスもとかライブでもやっぱ挽回しようと思ってこうやり始めたけど、その現実がいろいろこう見え始めてきたっていうか、やっぱりコロナの影響がこう
現実的にこうデータとしてね分かってきたような時期なんですよね今。だからこれからどうしようかなっていう、気持ちは強いですね。うん。1970年頃にあったそのニューソウル運動っていうのがあって、でカッツ・メイフィールドとかマビン・ゲイン、マビン・ゲインが What's Going On って有名な曲がありますけれども、60年代 R&B だった音楽が、いろんな黒人の民権運動だなんだかんだ社会 の, その活動に影響されて、で、いろいろこうミュージシャンが主張し始める時期があって、それが、あとそのソウルミュージックの変革の時期だったんですね。でそれがニューソウル運動っつって言われてた時期があるんで、そういった音楽が結構好きで、ただ今までサウンドだけ好きだったんだけど、今回のアルバムは、まあ、あのコロナもあったんで、まあ、自分がこう自然にそういった世の中の社会の変動が非常に大きな変動があった時期で、そういった中で、まあ、創作もしなきゃいけなかったんで、それがやっぱり現れてきましたね。で現れてどうしても入っちゃう。でもそれがこうなんていうのかな、まあ、ミュージックダンスラブっていうアルバムタイトルにしたんですけども、やっぱり音楽作る上ではね、やっぱりこう虚勢を張ってたいっていうかさ、ソウルパワーだっつって、あのソウルミュージック頑張っていこうよっていう。僕はなんかあの作品ではあんまりこうなんていうの、その社会のこう変化とかあんまり歌ってこなかったんですけど、今回のアルバムは割と世の中の動きが非常に大きな実験がいっぱいあったんで、でもうあの今回のアルバムはやっぱり そこに移り込んだっていうか、戦争を扱った曲もあるし、でもまあまあ、 あのラブソングもあるしっていうような、オリジナルラブがやったそのあのニューソウル運動の、アルバムなのかなっていうふうに、なんとなく今回のアルバムは思ってて、ただ今ややこしいのはなんかネオソウルっていうあの動きがあって、非常に テクニカルな R&B ミュージック、若い人たちがみんなやってるんですけども、あのディアンジェロってアーティストがいて、でディアンジェロ、以降そのヒップホップとかジャズとかいろんな音楽クロスオーバーした非常にそのハイブリッドとの音楽やってて、結構若い人たちが、ね、やっててね、もう僕もそういう音楽好きなんですけども、で彼らの動きとも、まああのなんていうのか、どっかこうしてるようなね、アルバムにもなってるかなっていうふうに思ってますね。やっぱりコロナもあって音楽やっぱり負けたくない、音楽負けないぞっていうね気持ちがあるわけですよ。それライブもやっててもそうだったし、皆さんライブ中止に なさったけど、僕はもうそれでもライブを結構ずっとしてて、で1日2回ステージやったりとか、で今回のアルバムも そういう気持ちがあるっていうか、音楽ここでへこまないぞっていうかね、やっぱり音楽面白いんだ、楽しいんだっていうかね、音楽が、あってみんながダンスしてそれに合わせて、それが生活、人生にやっぱりつながってるんだっていうね、というアルバムにしたかったっていうか、そういう気持ちで曲を作りたかったんでしょうね。だから「ミュージック・ダンス・ランド・ラブ」っていうタイトルになったと思うし、
で、ノビジクのライフでね、あの柳さんとあの平尾さんにも会えてね、いい写真も撮っとね、なってすごく良かったなっていうふうに思いますから、うん。ノーミュージック、ノーライフ。タワーレコード。